鹿児島と沖縄を結ぶマルエフェリーに沖永良部島まで乗ってみた羊のハッピーです。 JR 九州ホテルをチェックアウトします。バスに乗る前に腹ごしらえをします。はい、鹿児島中央駅の中にザボンラーメンというお店がありました。ここでね、ザボンラーメンというのをいただいてみます。はい、出てきたのがザボンラーメン。なんとなくちゃんぽんとね、ラーメンの合いの子みたいな感じですね。ちょっとさっぱりめのスープですね。はい、こちらをいただいてコンビニでお買い物をして、バスに乗り込みます。バスで鹿児島新港まで約20分です。鹿児島中央駅は16時30分に出ます。はい、念のために時刻表を載せておきます。ポートライナーというね、名前がついていますね。主要乗り場案内などもよく見ておくといいですね。はい、鹿児島新港にバスがついて、エントランス入り口から入ってみました。画像にありませんけどね、裏側にはエスカレーターがあります。エスカレーターで3階まで上がって、乗船申込書に書いて切符売り場に並びます。手前のね、乗船申込書にね、ささっと記入してさっと窓口に並ぶのがコツですね。羊のハッピーはね、旅慣れてるのでね、すぐ切符を買うことができました。ネットで予約していて、決済もしていたので、乗船申込書ですぐに切符が買えました。ちょっとね、もたもたしてるとね、こんな感じですぐにね、人が並びますので、要注意です。もちろんね、乗れなくなるということはないと思います。はい、そしてね、待合室でゆったりと過ごします。このね、桜島の風景が美しいですね。かの、西郷隆盛もね、こういう桜島を見てね、大志を燃やしたと言いますけれどもね、西郷隆盛もね、詳しくは知りませんけど、奄美大島などにね、赴任したことがあるようです。はい、そしてね、お土産売り場があります。またね、鹿児島のね、おばあちゃまはね、うまい。ね、与論島でもそうでしたけどね、売り込みがうまいです。はい、ね、鹿児島新港をやってきました。今日ね、補給の間、本当はね、沖縄まで乗ってみたいんですけど、ね、鹿児島と沖縄を結ぶフェリーね、マルエライン。なんかマリックスラインっていうとこと、ね、マルエフェリーとなんか交互にね、運行してるようですね。で、実は沖縄までね、36時間ぐらいかかるらしくて、あ、違う、20時間か。ね、だからそれぞれなんか船を2隻持ってます。で、1社でだと4隻をね、運行しなきゃいけなくなるので、負担が大きくなるだろうということで、1日おきにね、違う船、会社が出るというね、珍しい形態をとってます。まあ、いろんな資本関係がね、あるのかもしれないですね。まあそれはそれで、まあ、ちょっと調べてみたいと思います。まあ、とりあえず今日マルエフェリーさんになります。はい、ということで、私はね、まあ、鹿児島でちょっとねお仕事させてもらって、船に乗って沖永良部島で、またゆくゆくね紹介したいと思います。前に与論島に行ったんですけどね、与論島もヘリで行ってきたかったんだけど、さすがにちょっと時間かかりすぎるということでね、まあ、またちょうどバーゲンで運賃取れたから、前回与論島は飛行機に行ったんですが、今回沖永良部島はなんと船で、ね、念願からって船で行ってます。なんと18時に出航して着くのが明日の11時半というね、凄まじい長い船旅ですね。はい、そんな感じで丸いフェリーに乗ってみたいと思います。ということで、はい、船内の様子です。はい、カウンターがあったりロビーがあったり、映っていませんけど横には売店があります。そして広々としたレストランです。朝食をこちらで取りました。夕食も出港して1時間ぐらいは取ることができます。さらに、まあ、自販機などもこう並んでいたり、ソファーと机などが至るところに置いてあって、広々とくつろぐことができるようになっています。はい、そして、時刻表といいますかね、船の各島への到着予定時刻、出港時刻と、横にはね、各島の観光案内があります。はい、これがね、船の時刻表ですね。奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島と立ち寄って沖縄本島に行きます。はい、ここはね、雑魚寝の部屋、二等部屋ですね。まあ昔の雑魚寝と違ってね、一人一人こう区分けがねされるようになりました。はい、羊のハッピーは3000円ほどの追加料金を払って、こちらのね二等寝台にしました。ちょっとね、やっぱね、寝台っていうかね、個室がいいですね。はい、羊のハッピーね、お部屋でちょこんとね、横になります。部屋というよりね、カーテンで仕切られるだけですから、かつての寝台特急のね、ブルートレインと一緒ですね。はい、出航したのはラウンさんになりました。
いよいよ出港ですね。動画では分かりにくいですけど、わずかに少しずつ、岸から離れていっています。はい、これから25時間の船旅です。ということは明日は多分、マレックスライン担当ということになります。まあ乗り場どうなんですかね、同じ乗り場を使うのかで、ね、同じ区間を2社で共同運行という形。まあ不思議だなと思ったんですけど、バスとかと一緒と思えばいいですね。出港して桜島が見事に見えます。はい、船旅は続きます。ご視聴ありがとうございました。